1日1分で体改革ラクトレ、ゆるっとバレエ&クロコダイルの動きで股関節をストレッチしよう。イエーイ。はい、ということで今回も始まりました、はい、ラクトレゆるっとですが、斉藤トレーナー、これはゴルフのどういったところに役立つのですか？はい、今回のエクササイズはですね、股関節の柔軟性と強さに強化することを目的としています。それで股関節の柔軟性が高まることによってアドレスの再現性ですとか姿勢にもとても良くて、また回転力もアップしますので飛距離アップにも効果的になります。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ラクトレゆるっと。はい、まいちゃん、はい、なんでもまいちゃんは、バレエをずっとやっていらっしゃるとかで、はい、5歳の頃から約20年間やっています。はい、あ、そうなんですね。はい、今もされてるんですか？はい、今もやってます。じゃあ今回のポーズは簡単かもしれないですね。あ、本当ですか？はい、どうでしょうか？ちょっと早速やってみましょう。はい、お願いします。じゃあですね、少し肩幅程度、はい、取りたいので離れていただいて、右足を開きます。こんな感じで、そうですね。で、そこに左足の小指側を合わせます。その時に膝を曲げて大丈夫です。はい、こんな感じで。そこから膝を伸ばしながらお尻をぐーっと締めて立ち上がっていきましょう。はい、あ、さすが上手ですね、マレさん。本当ですか？はい。一回下がります。そのまま。で、その時にお尻緩めます。ここで膝伸ばしながらお尻をぐーっと締めていきます。そうです、そうです。なんかこの辺に、力入る感じわかりますか？そうですね。あ、いいですね。ちょっと逆もやっていきましょう。はい、今度は、左足後ろで右足の小指側を左足の内側に合わせます。はい、で膝を曲げた状態からスタートして、曲げた状態から、はい、じゃあ手は腰ですね。はい、ゆっくり膝伸ばしてみます。そうです、そうです。お尻締めながら、あ、いい感じですね。はい、ちょっと2回ぐらい続けましょうか。はい、はい、曲げます。力抜いて、はい、膝伸ばしながらお尻締めます。はい、このポーズはですね、ガニ股の姿勢になりますので、結構内股の女性などはかなりきついと思いますので、できる範囲でやってみてください。もう一回だけいきましょうか。はい、はい、じゃあ膝曲げます。いいですね。はい、伸ばします。ぐーっといけるところまで伸ばしましょう。無理のない範囲で大丈夫です。はい、まいちゃん、今のやってみてどうでしたか？はい、バレエでも同じポーズをするの で、はい、あ、そうですね、私的には全然簡単なのでした。楽勝でしたかね。はい、はい、ただ多くの女性の方、特にこのポーズは女性の方が難しいポーズですので、しっかりとお尻に力を入れる感覚をやるのでとてもおすすめになります。はい、はい、ラクトレゆるっと。はい、それでは続いて、クロコダイルのポーズをやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、これ床でやっていきますので、はい、ヨガマットの上でまずは膝をついて、プランクのポーズですね。両手と両足4点で支える状態を作ります。そのまま左足からいきます。左足を一歩手の真横まで、もう一歩そこです。そこまで踏み出しましょう。はい、そのまま足を戻しましょう。そうです。で、今度は反対です。手の横まで、はい、そうです、そうです。で、その時に少し重心を下げましょう。はい、あ、結構伸びますね。伸びますね。はい、はい、今度もう1回ずついきますね。はい、はい、じゃあ右戻します。はい、左一歩、あ、いいですね、伸びてきましたね。はい、はい、左に戻します。今度は右です。はい、この時の右のももの裏からお尻あたり伸びるの分かりますかね？はい、いい感じです。伸びてますね。熱くなってきました。熱くなってきました。はい、いい感じです。じゃあ足を戻しますね。じゃあ次、少し難しい動きをやっていきます。はい、今度左足を出したら右膝を地面につけちゃいましょう。はい、そうです。つけました。その状態で左手で左膝を外に押し込みます。肘を伸ばして体を右に伸ばして、あ、そうです、そうです、いい形。はい、この時左の股関節が伸びる感じです。そうですね、伸びてます。ちょっと深呼吸をしながら5秒ぐらいゆっくりします。はい、戻します。また手をついて足を戻しましょう。
右も同様に行きますね。はい、はい、では一歩踏み出して左膝をつきます。はい、では右手で右膝を外に押し込んで肘まっすぐ、はい、あ、いい感じです。さすが柔らかいですね本当ですか。はい、リラックスして5秒いきます、はい、1、2、3、4、5。はい、では戻しましょう。はい、はい、こんな感じになります。はい、結構きついです、はい、きついですよね。はい、熱くなりました。はい、このポーズ少し難易度が高いので、きつい方はもう最初から膝をついて行って構いませんので、はい、無理のない範囲で、左右10歩ぐらい目標で、膝を外に押すものに関しては約10秒ぐらいを、目標にやってみてください。バレエ&クロコダイルのストレッチ、皆さんもぜひやってみてくださいね。ラクトレ、ゆるストのバックナンバー、もっと詳しく知りたい方はマイゴルフダイジェストまで。